こんにちは、まめこです。今日は以前から使いにくいなと思っていたクローゼットの収納を見直したので、その様子をお送りします。どんな点が使いにくいかというと、独身時代から使っているチェストを使っているんですが、防災備蓄などが複数の引き出しに分かれていて管理がしにくい状態です。実は入りきらないものもあって、それはチェストの上に置いてあったりします。それから防災備蓄を引き出しに入れてるんですけど、もし避難先で生活するってなった時にどうやって持ち出すのかっていうのをずっと気にしていました。その時に旅行バッグとかに詰めてもいいと思うんですけど、できればそのまま持ち出せる状態にしておきたいです。こんな感じで一番下の段にも防災用の日用品が入っているので、この分かれていることでどこに何を入れているのかがちょっと把握しにくい状態になっています。右半分の引き出しはかなりスカスカで開いてるんですけど、この引き出しが開いているってことで使っていないものもまた使うかもと思って入れてしまってたりするんですよね。この引き出しにある付属品なんかも分かりやすいようにちゃんと大元のものと一緒にしておきたいですね。あとこちら置き場所がなくて引き出しに入っているアイロンをなんとかしたいです。しまうのが面倒になるとつい出しっぱなしにしちゃうので、引き出しとかに入れずにしまっておきたいですね。あとは捨て活をした時に残しておいた思い出の品を一時的にこの引き出しに入れちゃってたんですけど、これは思い出ボックスにちゃんと移して保管したいです。こんな感じでチェストの上もかなり物が乗っていて、引き出しに入りきらない防災備蓄とかがそのまま置かれてますね。で、右端にある細長い収納棚が全然活用しきれてなくて、布団圧縮用のグッズはさっき別の引き出しにあったパーツとか、あとはこの布団収納袋とかまとめて保管しておきたいところですね。一番下の深い引き出しに至ってはこの細長い引き出しっていうのがうまく使えてないです。総じて言うと引き出し収納が使い方に合ってないっていうのがこの使いにくさの大きな原因になってるんですよね。なので今回の改善ポイントとしては、引き出し収納をやめる、防災備蓄を持ち出しやすい収納に変える、とりあえずで引き出しに入れている思い出の品とかカーテンなどは移動させる、この3点を改善していきます。ではここからは購入したものを使って作業していく様子をご覧ください。Thank you.
ご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったよという方はグッドボタン、それからチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。